이글에 予感していたのよ。命を投げ出すのじゃないかと。生きておったか、バレンタイン王女。誰だ？ダーコバが大人しくなった。誰だかわからんのも無理はない。スカルディの友人ベルドーじゃ。お前があの時の魔法使い、 こやつにかけられた呪いの恩恵で死んでも正気を失わず術も使える。イングベに何をしたの？変身は彼の意志、コルドロンを壊そうと変化したのじゃ。では終焉を避けるために。運命は皮肉なものじゃ。自身が終焉を導く獣となるとは。 ああ、化け物、双子の片割れを食らうがいい。血の涙でも流しながらな。頼む、殺してくれ。俺を殺してくれ。イングベ、分かっているわ。あなたが救えぬなら私も。 Let's take it.
Take gift.
ベルベットじゃないか。母上だと思ったのに。イングベイ、あれはコルトロンはどうなった？頭の中が真っ白だ。思い出せない。それにしてもヘトヘトだ。このままもう少しだけいいだろう。ベルベット、眠ったのね、イングベイ。もう苦しむことはないわ。一緒に行きましょう、お母様のところへ。三人で暮らせるといいね、あの頃みたい。共に相果てたか。サイファーの力がこれほどとは見くびっておったわ。だがまだ秘術の書がある。これくらいで諦めるものか。ないぞ。どこだ。まさか落としたのか、この焼け野原に。バカ者め、なんということだ。諦めはせんぞ、諦めは。国民たちだ。どうしてもごたらしい仕打ちができる。世を捨てた国民たちをも愛せよと。いかなる聖者ならそれが可能だ。この高揚、この快楽お前も変化すれば分かろうよ。秘術を生み出したのは間違いだった。一度は救われておいて、その言い草だ。さあ、そのくだらぬ命に終止符を与えてやろう。親子の情すらも消え失せたというのか、父上。終焉には愛という偽り全てが消えるのだ。自ら息子の肉を裂き、節々を砕く悪魔も現れる。Yeah!
風の導くままに進軍せよ。その吹きつける大気の息吹が我らを一層燃え上がらせる。鬼騎士様、どうした？あの黒い剣士がこちらへ参ります。我らでは押しとどめられません。オーズワルドか。どういうことだオニキス、なぜ出てきた？答えろ。理由が必要か？ならば教えてやる。世界が欲しくなったのだ、全てが。もっと賢いようだと思っていたが、思い過ごしだったようだ。私も残念だよ。ここでお前と出くわしたからには、あの時の汚名を注ぐか、恥知らずのまま灰となり果てるかだ。今度は生かしておくような過ちは犯さない。あの時のようにはいかんぞ。炎の国を離れる際、最も熱い溶岩をこの五体に詰め込めるだけ詰め込んだ。今の私は紛れもなく比類なく灼熱の化身だ。
Thank you.
め。
随分と削られはしたが、まだまだ力は満ちてくるぞ。どうした、もう化けないのか。まさか終わりではあるまいな。いや、やってやるさ。ほう、だがこの戦いで一体何度その影をまとった。もう限界のように見えるぞ。黙れ、見てろ。下がれ、バルカンたち。オニキス様、これは。力尽きてついに正体をなくしたのだ。あの女の力に魂を貪られた。もはや抜け殻、ただの影だ。これが魔剣使いの末路。
グエンドリンを見つけたら伝えておいてやるさ。その哀れな最後をな。さあ、相手をするな。行くぞ。
しいぞ。この勇士こそ待ち望んだ力、終焉の幕を引くにふさわしい。こんな姿で魂をつながれ、永遠の苦言に耐えねばならぬ定めとは、プーカの呪いの忌まわしさ。そうだ、さあ容赦なくやれ。この五億しか生まぬ大地を消し去れ。犯した愚かな罪をもこの見事消し去れ。
見て。おお、光の柱が大地を狙っておる。あの柱を吐き出しているあいつが予言にある蛇の王に違いない。空を覆うなんと禍々しい姿だ。ブラムさん、いかん、ここもいよいよ沈み始めた。大陸がこうも粉々なら助からぬかもしれん。誰も、でかい、もう逃げ場はないぞ。よし、あの頂まで登ろう。ホルン山の頂が海に沈む。ここがエリオンの大陸で最後の土地。こんな結末を誰が望んだろうか。誰でもいい、誰かがこの冷酷な世界に生き残れるというのなら、この魂と水戸を喜んで天に捧げましょう。願いが叶い、誰かが救われて、それが私の愛する人たちであるなら、私の最後にとってこの上ない手向けとなるでしょうに。これではあまりにむごい幕引き。